示すのだ。いいぞ。始まりました。はぁ、はぁ、負けられぬ。早めに剣を打ちましょう。やぁ、負けられぬ。オーディン様より伝令、ガイアの追撃をやめ速やかに戦線を離脱せよとのことです。力を持たぬガイアに興味はない。捨ておけということか。みんな、オーディン様のご命令だ。引き上げるぞ。悔しい。その判断絶対後悔させてやるんだから。まあ落ち着けガイアよ。一段落ついたのだ。今後について皆で話し合うとしよう。オーディンに侮られるなんて屈辱だわ。まあひとまず奴らが引いてくれて助かったけど。なかなかに際どい戦いでしたな。このままでは次は太刀打ちできまい。そこで雪村が取り戻した。ロキ殿が引き渡してくれたケラウノス。ああ、かの武器で滅びの力を腕輪に込める。すでにケラウノスはゼウス殿の手にあります。待って、その方法ではダメ。完全にオーディンを滅ぼすことはできないわ。なんと。うん、どうやらガイア殿は我らの知り得ぬ情報をお持ちのようだ。確かにオロチの力を込めた腕輪を使えばオーディンの肉体は滅ぼせるかもしれない。復活する？オーディンの魂は肉体とは別の場所にあるの。だからたとえ肉体を滅ぼしても魂が生きている限り、完全にオーディンを滅ぼしたいならどこかに隠されている魂を。奴の魂か。おそらくね。あのオーディンのことだもの。弱点となり得るものを自分の目の届かない場所に置いておくとは思えないわ。だが仮にそうだとしても何の手がかりもなく魂の在りかを。手がかりね。それなら思い当たることがあるわ。一応この世界へ来る前からずっとオーディンの動向を探っていたんだから。彼はこの異界へ降り立った後、いくつかの地点を制圧していたの。ふん、その地が奴にとって。ならばそこを調べれば。飲み込みが早くて助かるわ。ゼウスの言っていた通り、ここには賢い子が揃っているみたいね。では直ちにその場所へ赴くとしよう。ガイア殿、ケイには道案内を頼み。いいでしょう。さあついていらっしゃい。深くにも息子の手にかかってしまったか。アレスが不満。まあよい。実体を失ったのはかえって好都合であった。地母神ガイアの降臨、それがなされれば混沌を極める異界に新たな道を切り開くことができよう。まずは何としてもガイア。で命を落としたゼウス、オリンポスの彼方にいるという大いなる地母神が、やがて差し掛かったのはオーディンの支配地。そうとは。うん、これはサジ様。そなたらは肝心。確かに実体を伴わぬものの気配のようですが、おそらくは何か大いなる存在のた。あ、サジ様。ええ、魂を食らうか。桁以上は見過ごすわけにもいかぬ。参りましょう。あ、はい。はあ、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 すいません。神の力
荒ごとの化身のような御神でしたね。さあ気を取り直して進みましょう。おお、危なげない。そなたは実に頼りになる。迷える魂の望む地はさらに先のようだ。これ以上は付き添えぬが、無事たどり着くと信じよう。この者たちに出会えて本当によかった。さあわしはガイアの元へ急がねば。かの魂は何か。サジ様。うん、先に死。しかし分からぬが、魂のみとなっても、うん、その答えはいずれ得られよう。だが今はその時ではない。そうですね。連合軍は激闘の末、オーディンの手勢を退けた。それは肉体と分けて隠されている魂を消さない限り、オーディンは何度でも必死に繋いできた希望をここで断ち切るわけにはいかない。ここか。オーディンが奴が重要視している地だけあって守備に問題は、ここでオーディンが何をしたのか。どうにかして当時この場所で起こったことを覗き見られればいいのだがな。そうか、カグヤ、お前の時を渡る力を使えば当時のオーディンの様子を探れるのではないか。申し訳ありません、歪みが強く。ここは私に任せておいて。こんななりでも一応自母神って呼ばれてるんだから。私の力で大地の記憶を呼び覚ませば、かつてこの地を訪れたオーディンの様子を幻として呼び出すことができるわ。大地の記憶、幻。そんなところね。まあ百聞は一見にしかずよ。ちょっと集中するから少しの間声をかけないでね。これでよし。驚いたな。大地から発せられた力がオーディンの姿を成していく。これが大地の女神ガイア殿の力か。さあ早速幻が移動を始めたわ。見つけたぞ。よし、承知しました。役に立てるなら嬉しい。この地から呼び出せる幻はあれが最後ね。一旦引き上げて情報を整理してみましょう。ユグドラシルをこの異界に持ち込み、蘇った破壊神によって生み出されたものと思われていたが。オーディンめ、やおい貴様ら、さっさと俺を解放しろ。このアキレウスと組めば。確かに気性は荒いが腕は立つ。火種を消すには火種か。少々ふん、安心しろ。手を組んだからには。しかし幸運だったな、妙な世界に迷い込んでしまったよ。アキレウスといえばゼウスに連なるもののはず。あの子にこんなに血気盛んな性格の子孫がいるなんて。なんだ貴様は、俺のことを知っているようだが。亡霊ですって？見た目で判断するなんて失礼な子ね。盛り上がっているところ悪いが、ガイア殿。ええ、厳密にはオリュンポスの神を崇める都市に住まう人間。オーディンが先んじて抑えていたというだけあって。この、うん、するとアキレウス同様、
神々の加護など無用だ。魂のありかは分からなかったけど、今回の調査でオーディンはこの異界を構成する力、そのためにより効率よく力、滅びの力を利用すると。まったくだ。今や俺だが、用地の一つを奪われたのだ。そうね。いずれオーディンとの全面対決は避けられないでしょう。そっか、新しい情報は手に入ったけど。でもいいことはもう一つあるわ。私ね、奪還した大地から得た力を吸収することができたの。おかげで少し元気になってきたわ。本当？やったね、ガイアさん。ありがとう。この調子でオーディンの調査を進めていけば、もっと力を取り戻せる。そうすればもっと別の方法でもあなたたちを助けられると思うの。それは楽しみだ。はあ、みんなで騒いで楽しかったな。お酒。貴様が戦女神アテナか。よもや異界で会うことになるとはな。アキレウス、父ゼウスの血を引く人間か。トロイとの戦争においてのお前の活躍は聞き及んでいる。こちらでもよろしく頼むぞ。うん、言われるまでもない。俺は戦場で獲物を狩るだけだ。貴様はせいぜい敵の捕虜とならぬよう。随分と見くびられたものだ。オリュンポスの神たる私がそうやすやすと敵の手に落ちるわけがあるまい。何を怒っている。強き者が狙われるのは戦の常。ましてそれが絶世の美女ならばな。絶世の美女、私は褒められたのか。それにしてもあの男、他の英雄とはかなり価値観が異なるな。連合軍はオーディンの支配地の一つを攻略する。次に目標とする地点は、ここもオーディンが先に。妖魔ね。ガイア殿、早速オーディンの幻を呼び出してください。そうね。それじゃあこれでよしと。大地の記憶を具現化しちゃうなんて。いいだろう、全知全能たるこの。太公望殿、背中に虫でも入ったか。すまない、奴が近づいているというのか。確かに感じるわ。東の方へ進んでみましょう。速やかに幻と接触して解散するとしよう。砕け散れ。尺に触る気配が近づいてきて。異界の様子を見に来てみれば、こんなところでも悟空が暴れていたか。この覚えの実に素晴らしい。飛行だからこそ私の期待に応えられるのか。もっと楽しませ。私たちは南へ回り、悟空を釘付けにするとしよう。おとりがおらねば妖精の奇襲も成り立たんからな。おてんさん、来てくれて本当に助かったよ。何かお礼しないとね。ならば君たちの話を聞かせてもらおうか。この異界で何が起こっているのか興味があるのだ。みんな紹介するね。彼は妖精さん。しかし妖精、なぜ今更ここへ来たのだ。君と違って私は暇ではないのだ。妖精さん、いつも忙しそうにしてる。そんなことよりまず現状を把握したい。私に？ふん、有能な人間を一瞬で見極めるとは。なるほど、状況は理解できた。敵の攻撃を。そうなんだ。いや、まだ君たちと手を組むとは言っていない。